こんにちは、くうみと申します。本日もよろしくお願いいたします。今日もプロスピースやっていきます。今日は称号で同値を狙っていくチャレンジです。もう絶対に同値をもう一人作らないとダメな状況に追い込まれてしまいました。今ですね、覇王の順位195位ということで、覇王で100位以内を目指して頑張っております。ちょっとでもね、このままだとちょっともう厳しいなというところで、丸選手をもう継承をしてしまいました。ですのでミートパワー同値が一人いなくなってしまいましたので、ここでですねもう一人ミートパワー同値を作らなければいけません。まあ丸選手もね、ミートとパワーの差1なので、丸選手で決めても OK、 丸選手を同値にしても OK、 あるいは山田選手のミートとパワー同値にする、これでも OK という感じです。ちなみに、何回チャレンジできるかというと、山田選手2回できます。まず山田選手で2回チャレンジした後、丸選手3回できます。合計5回チャレンジでございます。どちらもミパの差は1ですね、はい。ただまあ山田選手の場合はパワー総力同値でもあるので、ちょっと総力の値も気にしなきゃいけないっていうところです。あともう一人いました。もう一人鈴木大地選手、まあ、A ではないんですけれども、ミパの差が3ということで1回だけチャレンジできます。ここでも同値にできればそれでも OK です。はい、まあ、あとおまけとしてですね、まだ称号つけてないディクソン選手にも称号をつけていきたいと思います。あと上茶谷選手もつけられますね。はい、最初の方にねおまけということで、上茶谷選手とディクソン言えなかったディクソン選手にもつけてからやっていきたいと思います。ということで極意書をね増やす意味も含めていろいろねやっていきたいと思います。今日は本当に同値を一人作らなきゃダメ、はい、ということでやっていきましょう。じゃあまずはディクソン選手からやっていきたいと思います。よし、まあ、特にね極意書最初は使いません。極意書貯めていきます。はい、さあここはまあ何でもいいんですけど、ちょっとでも能力がを上げたいので称号をつけていきます。スピリッツが上がればバンバンザイっていう感じですね。どんどんを圧倒的な9位、9位がさらに上がる称号ですね。あー惜しいですね。はい、79まで9位が上がりました。 OK です。次、これ肩慣らしはすぐ終わっちゃうからな。次は、上茶谷選手ですね。上茶谷選手も特に狙う称号はなく、まあ自由な感じでやっていきたいと思います。スタミナが上がりすぎなければ OK っていう感じですね。さあ、じゃあやっていきましょう。よし、まあ、最悪外せばいいのでね、極意書を増やしていきます。まあ、勝利の使者狙いかな。勝利の使者が一番嬉しいです。今日心臓も嬉しいです。さあ何が来るかな。ドドン、おえすごいすごい、えすごい、えすごいなんか最近極意書なしの方がいい称号来る気がします。よし、ピッチャーはこれで終わり。こっからは野手なので、こっからが本番です。本当に今胃が痛いです。ちょっとこれ決めないと、あのコンボがねまずいのでコンボが本当に今ひどいことになってるので狙って頑張っていきたいと思います。鈴木大地選手は、パワーが3上がりたいっていう感じです。はい、パワー3上がりたいので、これ怪力無双、大砲、この2つだけかですね。怪力無双か大砲狙いでやっていきたいと思います。これ極意書難しいな。一冊かな、やっていきましょう。一冊、大砲、難しいな。一冊ですね、一冊でやっていきたいと思います。ここで決めたら楽になる。あとはそしたらもうミート A もねそんなにあの必要じゃないので、どっちが欲しいって感じですね今は。違うはい、まあまあしょうがないしょうがないしょうがない、まあ、ミートがさらに上がりました。圧倒的なミート力でミートが2上がりましたね。いやー、こっから本当に胃が痛いな。どうしようかな。先に山田選手かな。山田選手からいきましょう。もう最悪これ入れるもありですね。いや、これ煙突コーチ使うならこっちの山田選手入れるはありかなと思ってます。あ、何を狙うかですね。ミートが1上がってほしいので、ミート自慢、スナイパー、この2つですね。スタミナが上がっちゃうとねダメなんですよ。スタミナも高いので、あ、これでもいいのか。打撃を極めし者でもいいんですかね。うん、もう全然頭働いてないです。こう、じゃあさっき1冊だったんで次2冊でやっていこうかな。いきます、ミート自慢、行きましょう。大丈夫、つく、大丈夫、同値になる、大丈夫大丈夫、いけるいける、大丈夫だよ。これさっき欲しかったやつじゃないこれ鈴木大地選手に欲しかったやつですよね。うん、いや違うんだな、違うんだな。ちょっともう一回行きましょう。ちょっと S ランクはまあちょっとしばらく置いといて、どうしようかな。増やしていきましょうか。次3冊で、じゃあ行きましょう、行きましょう。
大丈夫、意外とつくもんだって、意外とつくもんだって、来い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 、大丈夫。おおお、あバズーカーではないけどいい称号ですねいい称号ですね、まあ、これはバズーカーを残しましょう。え、やばいやばいやばい、あと3回しかできないじゃん。決まるか、これミスだったかな。いやでも多分ね、あのまま継承しなかったら難しかったと思うので、継承したことは後悔してません。もうダメだったらスピゴリ押しで行くしかない。もうこれを使うもありだな。マール選手もね、ゲントスコーチ使おうてもいいかなと思ったんですけど、いや S ランクですね、ダメだったダメだったとか考えない。はい、ということでマール選手の場合は山田選手よりも狙いが増えます。ミート自慢、切り込み隊長、スナイパー、打撃を極めし、こんな感じですね。いやー厳しいな、早く決めたい。4冊でいきましょう。あーってことはミート自慢が消えるのか、まあいいでしょう、取れるよ、いきます。あれなんだっけ、忘れちゃった切り込み隊長、スナイパー、あとはなんだっけな、違うよ好きだねバズーカーが。そんなにバズーカーが好きかい。まあミート A になりましたね、まあ、最低限 OK っていう感じですが、うん、違うね違うね、やばい、胃が痛くなってきたどうしよう、決まらなかったらどうしよう。あ、4冊しかない、ちょっと待って回収してきます。いやまさかの極意書が足りないパターンありますねいやもうでも極意書は今日使い切っていいです。はい、極意書は使い切ります。さあ行きましょうか、2発目丸選手。いやここで決めようもう決めよう、バズーカーはもういいよ、バズーカーはもういい、スナイパーだよスナイパーみんなマッチョになりたがるの、そんなに違うでしょうが、マッチョはいいよマッチョは。はい、バズーカを残します。あーどうしようかなこの後。いやまあバズーカを残すんですけど、えちょっと待って、ちょっと待って、あと1回かで極意書があと5冊でしょ。いいですかね、どうしようかな、うーん初心に戻りましょう、一冊で初心に戻っていきたいと思います。一冊でいきましょう、全体的に狙ってこう絞らない、まあ、とりあえずやってから考える、大丈夫大丈夫、決まる決まる、いきましょう。いやもう本当に自分に言い聞かせてる感半端ない。いやこれ決めないときついよ、決まるよ大丈夫。いやだからなんでそうパワーをつけたがるの、もう筋肉は十分なの。なんかさ極意書じゃなくてさ筋肉の書とか読んでるんじゃないですか、本当にマッチョはいいんだよマッチョは。ちょっと本当にパワーしか上がらないですねこれ。ちょっと流れが悪いので一回山田選手に戻りたいと思います。なんかもう通信も悪くなっちゃったし、ちょっとね流れが悪い、流れが悪いので山田選手で、ちょっとごめんなさいですけど捨てられないの、あのゲントツコーチよりは S ランクの使ってない選手の方がいいかなと思うので、山田選手ごめんなさい、1尾ずつ使わせていただきます。ミート自慢、スナイパー、打撃を極めし者です。山田選手さっき 2-3 でやったのか、うーんじゃあ1-1-1でいきましょう。あ S ランク使うんで S ランクつぎ込んだらどっち決まるっていうジンクスが私の中ではある、あるありますね、過去にもありました。S ランクつぎ込めばどっちになってます、いきます。いやお願いしますよ本当に、ここまでお願いしてるんだからさ、お願い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 、あーもうさーマッスルの書はいいんだよ本当に、あーまずいなー、どうしようかな、ちょっと極意書回収しよう。いやー称号は本当に闇ですね。まあ S ランクがまだ残っておりますので最後に丸選手でいきましょうか。ちょっと極意書も回収してきたんで、最後は悔いがないようにマックスでいきましょう。これが筋肉の書じゃないことを祈ってお願いします。まあ、筋肉もちょっと欲しいのか微妙なところですねはい、じゃあいきます、ラストです。これでどっちが決まらないと私のコンボは終わります。いきます、お願い、決めよう、最後だ、決めよう、どっち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 、お願いお願いお願い、きた、
もう頭真っ白になっちゃった。本当によかった。煙突コーチに手をかけるつもりでいました。よかった、決まった。やっぱ S ランクつぎ込むと決まりますね。これは大きい。これで、ミート型8人パワー型8人のコンボが出せます。よかった。これ育成急いで合ってるよね、合ってる、打撃を極めし者、合ってる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 、よしよし、はい、よろしい。もう無理だと思った。これでなんとか生き返りました。これでいけないかな、これでいけないっすかね。まあまあそれでもコンボあんま高くないんですけど、あのね、超変幻自在とか出せてないんですよね。そう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 、まあまあまあ、しかもすごいチーム偏りあるんですけど、これでいけないかな。これでもお願いします、本当にお願いします。ということで、いや祈ってます。いやーちょっと本当に心臓に悪い動画になりました。よかった。今195位で、このあと、まあ、夜中の試合と明日3セットか、うん、なんで、20試合ですね。頑張ってもらいましょう。いやーよかった。ラビリンスね、ちま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 やってたんです。ラビリンスで経験値を貯めてね、あのお化けをいっぱい買って、それで丸選手急いで育て上げて、よかったです。ちょっと山田選手の S ランクには申し訳ないことをしちゃったんですけど、あーやっぱりよかった。同値嬉しいです。しばらくずっとかな、この丸選手に本当にしばらくお世話になると思うので、よろしくお願いします。ということで、あー今回はこの辺でおしまいにしようと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。今回はこの辺でバイバーイ。おつくみ。